おごめん、大分の高っち親方です。さあ、第93回選抜高校野球、3日目がですね、行われました。まあ、雨で1日、全部順延となりました。で、本日開催でございます。いやー、個人的にはかなりしびれた。まあ、全体的にもですね、ちょっと注目の学校ばかりでした。3試合の模様をですね、簡単に、感想で、ご紹介いたします。まず第1試合、第2試合、第3試合ともですね、全体的にまず、九州勢のオンパレードで、さらに21世紀枠も3校出ている。もうまさに九州で、そして21世紀枠で、これ面白いですね。なんかこう A イコール B イコールで、B イコール C みたいな、こう、なんか三段論法みたいな感じですけれども、まあ、ちょっと全部は正直試合は見ておりませんので、簡単な、本当に簡単な内容でですね、結果報告で失礼といたします。まず第一試合ですね、21世紀枠対決ですね、沖縄のですね、具志川商業と、青森の八戸西の対戦ですが、8対3で、具志川商業が勝ちました。いやー、まあ、21世紀枠対決ということでですね、どちらが勝つのかなということで、まあ、実力が拮抗しているなという、まあ、事前のですね、予想でしたけれども、まあ、私自身が、まあ、九州の人間ということもございまして、まあ、正直沖縄の具志川商業を応援してたんですけれども、どうもですね、こう序盤でですね、一気にも具志川商業が勝負を決めたような感じとなったようでございます。で、青森の八戸西もですね、まあ、点差は開いたものの、終盤にですね、意地を見せて、まあ、8対3ということでですね、結果は出ましたけれども、ね、またこう、ね、北と南の対決で面白い感じになりましたので、また甲子園でですね、夏、戻ってこられることを願っております。第2試合、九州同士の対決です。福岡の福岡大大濠高校と、長崎の大崎、どちらもですね、九州大会昨年の秋の、決勝のカードです。ね、その時は長崎、大崎が勝ちましたけれども、甲子園では、大濠が2対1で制覇をいたしました。いやー、リベンジですよ。非常にまあこう引き締まったですね、投手戦となったようでございます。まあ、途中私、まあ、映像なりですね、実況なり、ネットでも見ておりましたけれども、まあ、大崎もですね、同点のチャンスがあったようなんですけれども、大濠のキャッチャーがですね、盗塁かなんかで、てかランナーが飛び出たところを刺したのかな、それでですね、同点を許さなかったということで、これはね、やっぱり強いですね。大濠が、まあ、4年ぶりの、春選抜勝利でございます。まあ、大崎ですね、長崎の西海市の離島にある学校で、本当ね、佐世保実業とか青豊高校で、ね、指揮とかこう部長もされました、清水監督率いるね、まあ、注目のチームですし、3年間で本当部員5人からね、この夢舞台まで一気に駆け上がってきましたから、また夏ですね、リベンジしていただきたいなと思います。さあ、個人的にはもうこの試合ですね、もうかなり注目してて、ほんとハラハラしました。第3試合、大分の九州ですね、明豊と21世紀枠兵庫の東播磨の試合です。結果はですね、10対9で、大分明豊が延長サヨナラ勝ちをしました。まあ、戦前の予想ですと、まあ、明豊やっぱ地元私大分ですから応援しておりますけれども、まあ、相手兵庫のですね、東播磨、21世紀枠特別枠で出場ですけれども、この近畿大会のね、でもですね、実際チャンピ初戦で敗退しましたけど、優勝か準優勝したチームに1点差で負けたということで、もう実質今年レベルが高い近畿地区のですね、もうほぼトップレベルの実力とこうとあるとして、結構私は厳しい試合になると、下手すら東播磨が勝つんではないかなという、実は危惧を持ってましたが、
予想通りになりましたね。ですね、まあ初回にだってまあちょっと私もそう速報チラチラ見てましたけど、1回の表にいきなり東播磨が3点先制します。もうこの時点で明豊ちょっとやばいなと思ったんですが、ここはですね、粘りの明豊、本当ドラマティックないんですけれども、明豊がまた3点を取り返して、でその後また、ね、点取っては取り返すという、まあ、本当面白い、ね、はたから見れば面白いですし、まあ、応援してる側にとってはちょっとハラハラすぎる、心臓に悪いような展開、まあ、選手の皆様もですね、本当大変だと思いますけれども、本当に東播磨、手ごわかったですし、こう個人的にはこう明豊、ですね、まあ、ずっと近年、まあ、昔からそうなんですけれども、この甲子園とか、まあ、九州大会になると本当逆転の明豊とかさよならの明豊としてこうかなりですね面白い試合をしますし、まあ言い方あれですけど、本当に安全牌で勝つというよりもこう結構もうなんていうか泥試合になりながらでも最後は勝ち切るという、まあ、そういう粘り強さ、選手の皆様もですねそれはおっしゃってたようでして、粘り強さもあるけども、けど前半から打撃力を出して圧倒したいなっていう今回テーマで望まれていたんですけれども、やはりこう最後はシーソーゲームで、けどやっぱ勝つのが明豊でしたね。まあ、明豊っていうのは歴代ですね、ワンマンピッチャーがいるとかいうことよりも、こう4人とか5人の投手でこう継投する戦いというのが大体こう伝統ですので、はい、まあ、今回も継投でですね、なんとかしのいだようですけども、まあ、なかなかですね、この甲子園今回、なんか審判も厳しいというなんかネットでも意見がありましたけど、四死球が多くてですね、結構こう、まあ途中やっぱこう言い方悪いですけど押し出しなどでこう自滅したところもあったようなんですね。で東播磨もそれで粘ってですね、こう相手のちょっとリズムを乱れたところでこう踏ん張って、着実にこう追いつくですね。これはやっぱり強いところですね。こうまあ私も高校時代、野球部でしたけど、本当大分のですね、こう、いわゆるまあ田舎といったあれですけども、のどかなところの野球部員でしたけども、まあ、よく監督から言われてたのが、お前たちは、その、ずば抜けた力ではない、もっとそんな力を持ったやつはいない。ただ、粒が揃って、粘っこく、ねちっこいチームになれと、いうふうな言葉言われましたけど、この粘り気のあるチーム、こう、やっぱりなんだかんだ強いですし、相手としてはこう嫌な感じですよね。まあ、最終的に明豊が勝ちまして、南こうせつさんが歌う、校歌も流れたようでございます。まあですね、この、本当東播磨の皆さんかなり強いですし、こう、まあ地元ということもあってですね、応援も多分すごかったと思いますけれども、この東播磨の思いを持って、明豊ナインはですね、これからも勝ち進んでいただきたいなと思います。なお、今日第一試合で勝ちました具志川商業と、第二試合勝者の福岡大大堀は次2回戦で対戦をいたします。甲子園で九州大会が続くというのもですね、なんか仕方ないですけど、まあ、ね、それでも頑張ってほしいです。そして、勝ちました第3試合の明豊は、明日のですね第1試合ですね、この後紹介しますけども、どっちも強い高校は来てかなり死のパートでございますけども、しら真剣頑張れ明豊ナイン。それではですね、4日目の、対戦カードですね、この日もですね3試合行われます。第1試合が、近畿代表の、私立和歌山ですね、昔の市立、市立和歌山商業ですね、と、東海代表の、県岐阜商の対決です。これね、どちらもね、注目で、ね、市立和歌山プロ注目の選手もいらっしゃいますし、県立岐阜商もね、ゲレンミのないバッティングで有名な名将、梶谷監督やですね、キャッチャーがいいチームでございます。明豊はこの勝者と、当たります。第一試合ですね。本当、見頃に、期待見物ですし、次の第2試合、ね、智弁学園対大阪桐蔭の近畿勢対決。これはもう本当、全国の優勝候補同士の対決でございますので、しかも地元ですね、近畿地区ですから、まあ、1万人の人数制限はありますけども、
このね、平日ながら大注目のカードだと期待しております。そして第3試合が、広島新庄とですね、長野県北信越の上田西の対決。こちらもですね、近年あの地域でですね、地区大会制覇して、広島新庄も本当連続で選抜も出てますし、上田西も夏出てるイメージがあって、どちらもこうですね、注目といいますかね、また新しいこう甲子園で勝ち星を刻んでいくのはどちらかなというところで非常に楽しみですね。明日はどちらかといえば近畿勢と、そして西日本と、まあ中部地区、そういうイメージでございますね。あのとってもこの第4日目の3つのカード、非常に強いチームが揃ってて、あの楽しみでございますので、あの選手の活躍をですね、お祈りいたします。ということで、速報ですね、3日目のカードの結果と、で4日目のカード紹介でございました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まあですね、ちょっと毎日更新というのはなかなか厳しいですけれども、まあ、紹介できる分は高校野球も紹介してまいりますので、どうか背長く長く、京都銀行ではないですけども、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは、また。